さん、お寒い中をありがとうございます。この選挙戦も今日と明日とこういうことになってまいりました。私は今回自民党公認、公明党推薦で両党が連携してこの戦いを進めさせていただいております。これまで2年前に国政に復帰をして、私は TPP の対策委員長を仰せつかりました。当時はまだ農業界の反発も強く、絶対反対とこういう中での私の就任でございました。しかし安倍総理とオバマ大統領で去年の2月の23日に日本の農林水産業については特段の配慮をしましょうと、慎重に扱いましょうと、アメリカの工業製品も慎重に扱ってくださいねと、こういうことでございまして、これ以外は自由競争をやりながらこの経済連携を進めると、こういうことになりましたので、私は難しい仕事ではありますがお引き受けをしたところでございます。でその間にオーストラリアと日本との経済連携協定の話が持ち上がりました。2月の24日にオーストラリアの労務大臣と私と差しで交渉し、3月17日に私はオーストラリアへ飛び、アブット首相、労務大臣と話をして、日本とオーストラリアとの経済連携がうまくいくと、こういう下地を作らせていただいたところでございます。当初は農業が傷む、8000億も傷んだらどうすると、こういう話もございました。しかし私も皆さんにお願いをし、国会の承認がなければこの条約は何の役にも立ちません、そういう意味で各党の皆さんに頼みました。特に自民党と一緒になって公明党の皆さんにご支持をいただき、最終的には共産党以外全部この日豪 EPA に賛成をしてくれたのであります。内容は米は除外、麦は最強にと、こういうことで決めさせていただきましたし、牛肉や豚肉等の話が持ち上がりましたが、牛肉はセーフガードをかけたと、あるいは乳製品は抱き合わせで作ってもらうと、こういうことになりましたので日本の農業には痛みません、そういう決着を私は先頭に立ってやらせてもらったところであります。日豪 EPA が今妥結をしましたが、今度は TPP 12カ国で7億9000万人、世界の人口の 11% でありますが GDP が 39% 寄与します。これをアジアの成長著しい国々を日本と一緒に連携を深めていって、日本の経済をさらに拡大していきたい、これが安倍総理の考え方でございまして、私は先頭に立ってこれ進めさせていただいておりますが、ほぼ貿易ルールの方はほぼ決着に近づいております。ビジネスマンの自由往来、ビザなし行き来ができる、あるいはインターネット電子商取引ができるとか、そういう問題はほぼ決まりました。あとは農産物重要5項目5品目でありますが、この問題の少しだけ残っておりますが、私は早期の妥結ができるとこう考えておりまして、日本の農業を守りながら TPP をやって、日本への経済効果は1000億ドル、10兆円とも言われるこの TPP を成功させたいのであります。そして私は9月の3日に農林水産大臣を拝命いたしました。今日お集まりの農家の皆さんも非常にこの米価の問題、
心配をされております。概算払い栃木県は60キロあたりこの8000円という数字が出てしまいました。これは私が就任する9月3日よりも前に発表された数字でありますが、責任は現在の農林水産大臣であります私にあります。私は農家の皆さんが再生産をできるようにするためにどうするかと、こういうことで追加払い、栃木県の場合3500円の追加払いをいたします。そして2500円の奈良市の追加の支払いをいたしますので、栃木県の米価は私の相手候補は8000円だと言ったっておりますが、追加の仕組みを知らない人の話なんです。これは1万4000円がこの栃木県の今年の米価になります。私はさらに米価というのは需要と供給の関係で決まります。供給サイドが多すぎるので20万トン日本米国機構に出荷調整出荷を遅らせていただく指示をいたしました。この米は来年の11月20日まで市場には出てこない、こういう措置を取ったところであります。そして7500円の直接支払いは今月中に全部支払います。金が一銭も出ないと言ってる候補者いますが、勉強すればわかるんです。これそして奈良市の最終的な判断は3月末までかかりますけれども、5月支払いになってしまいますので、この途中のつなぎの資金は全て無利子で農家の皆さんに融資をすることを決めましたので、どうぞご利用をいただけますようにお願いを申し上げる次第でございます。私は政治家というのは皆さんの前で発言したことは公約だと思います。公約、その発言したことは守り通さなければならないと思います。先ほど斉藤市長がお話をくださいました。この中心市街地に日本の歌ミュージアムっていうのがあります。事業仕分けで残念ながらゼロになりました。市長から何とかしてくれと県会議員の渡辺先生、安倍先生からも頼まれました。経産省と私は渡り合った。この制度はなくなったけれども同様趣旨のものを作りますよと、そしてコンサル事業としてこの日光地区に経産省の職員が入ってもらって一緒に計画を作るからご心配いりませんと、こういうことでこのミュージアムの補助金が復活したのであります。市長から頼まれて、もっとも頼まれないからできないかもしれませんが、そういう政治家いりますか。私はいらないと思いますよ。私は日光湯本の大雨の時スキー場の土が流れて湯本の温泉が土で埋まると言った時、いち早く現地に行って国の職員を連れて行ってあそこを土砂崩れを塞いだ、これもやりました。日光の東町の街路よく見てください。あれだけ予算を今年も増やしたんです。来年もっと増やして2020年までにはどうしてもあの新京までの町並みを、素晴らしい町並み、世界の観光地日光にふさわしい町を整備をしていきたいと思います。そしてこの町は非常に広い都市でございまして、日本で第3位の面積を持ちます。この中には川地温泉のバイパスの問題があります。私も県会議員時代からあの町中のトンネルを抜くかと、こういうことも何度もやってきたのでありますが、結果的にはあそこは谷を越える橋をかけてやっていく計画になりました。そしてなかなかこれ難工事でございまして、
この難工事ということになりますと、県では負担が重すぎるとこういうことになりました。そして私も国土交通省にお願いをいたしまして、あれば直轄でやる目処が立ったとこういうことでございます。やっぱりコンクリートから人へ、コンクリートがなくて人が守れますか？それはできないんです。今国土強靭化、いろいろご批判があってもこの強靭化をやらなければならないんです。そして私は足音鹿沼の宮古沢の道路は交通がうまく通れるような整備について皆さんと約束をしていきます。すでに動き出しました。観光シーズンに動かない第一いろは坂、第二いろは坂につきましても、私は第三とも言われる半月峠の上りを、これは当面リニア町サイドでありますが指示をしたところでありまして、この町をみんなで作り上げていきたいのであります。日本は今地方創生をやろうとこういうことになっています。地方創生って何でしょうか？町づくり総合特区というのもありました。これもみんなで計画を作って国に持っていくということですが、思い切った規制緩和はできないでおりました。そういう中で私は全国会で国家戦略特区というのを内閣委員会の筆頭理事として仕事をさせてもらったところであります。衆議院の仕事で難しい立場の仕事はたくさんありますが、私の経験からすれば内閣委員会の筆頭理事ほど大変な立場はないと思います。私はこれを2つの通常国会に、やらせてもらいましたが、どの国会も挙げられた法案12本ずつ在庫ゼロとこういうことを成し遂げさせていただきました。非常に難しい。大臣は7人いなければ、7人が揃わなければ一般質疑はできない。そういう中で皆さんに今番号がついています。介護保険あるいは医療の保険、そういうものを統一した番号ができました。これから統一して管理されますが、この番号をつける問題は国会で2度も3度も流れて最終的に通したのでありますが、これも自民党と公明党が連携を取って初めてこれを通すことができたのであります。この内閣委員会で私はいろいろな仕事をさせていただきました。国家公務員の改革法案、これも難しいけれど3度目の正直で通させていただいたのであります。そういうことをやりながら TPP の仕事をここまでやってきました。これは何としてもやらなければならない問題であります。皆さんにもご理解いただきたいと思いますが、アベノミクス、世界的な用語になりました。これは三段ロケットなんです。三段ロケットなんです。1段目が金融緩和をやりました。異次元の金融緩和であります。そして金が、この市場が使いやすくしました。第2番目の第2段のロケットは何だというと、財政でこれをどうするかということで大幅な投資を広げていったとこういうことでございます。そして肝心なのは第3段なんです。総理が考えていることは第3弾なんです。成長戦略を成功させて、そして民間の皆さんの投資を呼び込んでいくと、これが最終目標なんです。そして1段目と2段目がうまくいきましたから、今日本のデフレが15年ぶりに止まる、
こういう状況まで来ているんであります。相手の皆さんは何にもわからない、勉強もしてないから批判ばっかりしておりますけれども、日本が経済再生に向けて着実に歩き出していると、こういうことを皆さんに分かっていただきたいのであります。私は厳しい戦いを続けております。今日は総理に来ていただきました。皆さんのお力で勝利を確実なものにしてきたいのであります。選挙戦あと1日になりましたけれども、私は最後まで頑張り抜いて、そして安倍内閣が進めるこのアベノミクスの中でしっかり頑張っていきたいと思います。総理ありがとうございます。ありがとうございます。そして最後に申し上げますが、私は農政改革は必ずやり遂げます。いかなる立場に立ってもやり遂げます。農業委員会の方も委員を半減します。その下に農地利用最適化推進委員を置いて、耕作放棄地を必ずなくしていきます。そういう中で農協の改革も地元の環境を良くし、農家の皆さんの所得が上がる、そして農村のにぎわいを取り戻すと、これにかけてしっかり頑張ってまいりますので、どうぞ皆さんのご協力お願いを申し上げる次第でございます。お願い申し上げて、総理大臣が見えましたのでここで閉じさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。候補者本人からの熱い思い、皆さんに受け